Z 世代はそれまでと何がどう違うんでしょうか。こう今のアメリカの二大政党制ではもう対処できないこう政治的な思考を抱えた、まあ、面白い世代ですね。 Z 世代は他の世代と違って唯一パレスチナ支持がもう逆転してるんですね、イスラエル支持を。そうなんですね。この Z 世代の、まあ、アメリカはどうなっていくのか。でやっぱり私たちも、まあ、そういった変わるアメリカがあるとしたら、ある意味その変化を先んじて分析して我々も用意していかなきゃいけない。私が今話を聞きたいのはこの方です。同志社大学大学院の准教授、三牧聖子さんです。今日はどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。三牧さんはアメリカ政治外交史が専門です。イェール大学、ハーバード大学、ジョンズ・ホプキンス大学で研究を重ねてきました。彼女の著書 Z 世代のアメリカには、アメリカでは有権者のおよそ 17% が Z 世代、アメリカの Z 世代は社会変革の主体となると注視されていると書かれています。今回のアメリカ大統領選挙は Z 世代の動向にも注目したいと思います。いや、お願いします。お願いいたします。三牧さん、なんでアメリカの政治を勉強しよう、研究しようと思われたんですか。そうですね、私もともとは日本 の、うん、あの研究ですね、はい、第一次世界大戦と第二次世界大戦の間の、うん、あの、まあ、大正のあたりの日本の知識人が、はい、まあ、アメリカをどう見てたかってことを研究していて、はい、まあ、その当時はウッドロー・ウィルソンという非常に理想主義的な、はい、まあ、国際連盟、はい、あの国際協調を掲げる、まあ、大統領が生まれて非常に日本の知識人も期待したわけですよね、うん、ただその後、まあ、世界恐慌、満州事変と、でアメリカと敵対していくと、うん、やっぱりその、まあ、非常に理想主義的な、まあ、そういった歴史で学ぶアメリカと、はい、私がその時あの大学院で研究していた頃っていうのは911があって、はい、そして2003年にはイラク戦争があって、うん、まあ、非常に単独行動主義的で国連に背を向けて、まあ、武力に訴えるアメリカ、これどうなってこうなったんだろうという、やっぱりアメリカへの関心が生まれてきて、アメリカの20世紀の歴史研究から、まあ、現代のアメリカ研究に入っていったというような感じです、はい。私が三牧さんに聞きたいことは、まずは今回のアメリカ大統領選挙から見えるアメリカが抱える問題、続いて大統領選挙の鍵を握る Z 世代とは、さらに大国アメリカは変わるのか、こうしたことをこれからインタビューしてまいります。世代論で言いますとね、ついついこう私たちはこう何々世代という、例えば日本国内だったら例えばゆとり世代だとか、こういう言い方をする中で Z 世代という言葉が、まあ、あのベビーブーマーの後が X 世代で Y 世代でそれから Z ときました。 Z 世代はそれまでと何がどう違うんでしょうか。はい、 Z 世代というのはだいたい1990年代の、まあ、半ば頃から2000、うん、まあ、いろいろ諸説あるんだけど12年くらいまでに生まれた、まあ、今もあの成人になっている方もなってない方もいる、まあ、そういう年代なんですが、まあ、非常に注目されている、まずはやっぱりまあ経済消費の傾向とかで注目されたんですが、私がやはりこの世代アメリカをひょっとしたらやっぱり変えうる存在として注目してきたのは、やっぱりアメリカってこと、私そもそもアメリカの歴史外交史を研究していて、基本的にずっと右肩上がりで来たわけですよね、うん、まあ、そもそもは移住、ヨーロッパからの移住で、うん、あの作られた国で、当初は孤立主義で非常にまあアメリカ国内にまあとどまるような、まあ、そういう外交だったわけですよね、まあ、モンロー主義ですよね。そうですね、はい、でまあ、2つの世界大戦を経て、まあ、世界に介入するようになって、うん、まあ、冷戦を経て、まあ、自由主義、まあ、そういった価値も背負うリーダーになっていくと。ただそういうアメリカがやっぱり揺らいでいくのが21世紀で、まあ、その911が起きた2001年に起きた時っていうのはアメリカの力が本当にもう超大国だった、はい、それに対して、まあ、ああいった攻撃があって、でアメリカもやっぱり、まあ、大変な衝撃でしたので、うん、まあ、国際社会もある意味それを賛同したわけなんですが、テロとの戦い、はい、長いテロとの戦いで、その中でイラクに対して大量破壊兵器もないのに、まあ、戦争してしまって、まあ、本当にさまざまな形でテロとの戦いで巻き込まれて亡くなったあの世界の人たちっていうのは、
まあ、あの全部で90万、はい、でその中に市民は40万いたとも言われているんですね。これはブラウン大学が出している数字なんですが、うんはい、特にイラクの、あの一般の国民ですよね。本当にたくさんの人が亡くなってしまって、うん、でアメリカも当然疲弊していくわけですよね、はい、で Z 世代というのはそういう、まあ、右肩下がりのアメリカを見て、うんまあ、その単に国力が衰えていくだけではなく、そういったまあ国外でこれだけ、まあ、今から考えればやはり間違った戦争ですよね。間違った戦争でこれだけの市民を殺害してしまった、まあ、そうやっぱりアメリカの暗部をずっと見てきた人たちっていうのがどういう、まあ、当然なのでやっぱりアメリカのいろんな政策に批判的なわけですよね。なんでこんな資本主義、まあ、富裕層ばっかりのにとって得な政策してるんだと、社会保障がないってどうしてとか、うんでまあ、国外を見ればなんでこんな戦争ばっかやって、でコロナの新型コロナ感染者数もものすごかったわけですよね、まあ、そういうやっぱりいびつな国の形に対して、まあ、自分も非常に、まあ、本当にまあ学校行くだけで数百万円 の借金が出てできてしまったりとか、本当にまともな生活しようとするだけで本当にそれすら困難って人たちがどうやってやっぱりアメリカを批判して乗り越えていくのかっていうことが、まあ、非常に面白い問題性。もちろん世代って先ほどもおっしゃってくださったようにあんまり世代でくくるとその世代の中の多様性が見えなくなってしまうので、はい、例えば Z 世代のジェンダー、その中でもジェンダーとか人種とかでいろんな差異があるんですが、その上でやっぱりこの Z 世代の、まあ、アメリカはどうなっていくのか、でやっぱり私たちも、まあ、そういった変わるアメリカがあるとしたら、まあ、ある意味その変化を先んじて分析して我々も用意していかなきゃいけないというようなですね、まあ、問題関心からZ 世代のアメリカを見て最近見てきました、うん、で特にその Z 世代といいますとその前の世代に比べて結構例えば気候変動に関してかなりこう関心があるそういうところが前とは随分違うなと言われてますよね、はいまあ、アメリカといえば、まあ、ブッシュ政権の時代には京都議定書、まあ、で今回トランプ政権の時代にはパリ協定、まあ、そういったまあ気候変動の国際的な枠組みに次々と背を向けるまあアメリカ、まあ、しかしそういった若い世代に目を向けるとまあ非常に国連のでそういった気候変動に関する会議がある時も非常にこう若者がデモで盛り上がって、まあ、ある意味そういったまあでいろんな国のまあグレタさんとかにも非常に共鳴したりして、まあ、ある意味ちょっと国境がその前の世代よりやっぱり前の世代までアメリカが絶対的に強い時代を生きてきたのでどうしてもなんていうか全部やっぱりアメリカが守ってあげるとか上目線になってしまうんですが、まあ気候変動ってみんなの危機なのでまあそういう水平的な感覚を持った若者たちで、この若者たちは当然まあ気候変動に一生懸命な若者たちは絶対トランプ氏には当選し投票しないわけなんですが、バイデン政権でもやっぱり足りないっていう形で結構最近まあ、そういった気候変動に熱心に取り組んできた若者団体がこんな気候変動対策だったら私たち支持できませんっていう表明も相次いでるんですね。なのでまあ価値で言えばより民主党の方が近いけど今のこの気候変動のまあ進みを考えるとやっぱり民主党でもまだ足りないっていう結構複雑なこう今のアメリカの二大政党制ではもう対処できないこう政治的な思考を抱えた、まあ、面白い世代ですね。それでいうと特にこの気候変動だけではなくね、要するにイスラエルとの、関わり合いですよね。これ伝統的にはやっぱりアメリカですとやっぱりユダヤ人の600万人がこれホロコーストで亡くなったことに対する同情とか、まあ、イスラエルの立場も分かるよねっていうそういう支持があった。その一方で今はどんどん SNS でガザの人たちの悲惨な状態が出ると若者たちがこれは許せないって思うわけですけど、そういうところで Z 世代の人たちどうなんですかね。この Z 世代は他の世代と違って唯一パレスチナ支持がもう逆転してるんですね、イスラエル支持を。そうなんですね。やっぱり今世界を見てもやはりアメリカのあまりのこのイスラエル支持やっぱりおかしいって声がどんどんやっぱり主要になってますよね。でさらにアメリカ国内で私これは非常に重要だなと思ったのはユダヤ系の人たちも決してイスラエルをもう批判的に肯定してるわけではなく、やっぱりパレスチナ人に対する